両軍の指揮官、ミードとリー・ゲティスバーグからの撤退では、南北戦争の1863年7月3日、ゲティスバーグの戦いが終わった後に、南軍の北バージニア軍が、バージニア州に撤退した過程を解説する。南軍ロバート・イーリー将軍は、ゲティスバーグで北軍を破れなかったので、メリーランド州を抜けてポトマック川を渡り、比較的安全と考えられる。 バージニア州までの交代を命じた。北軍のジョージ・ミード少将が率いるポトマック軍は7月13日から14日にかけての夜にポトマック側を渡った南軍に対して意義ある攻撃をかけられるだけの素早い行動ができなかった。南軍の物資と負傷者を乗せた市長隊はペンシルベニア州キャッシュタウンを抜けてサウス山を越えて進んだが その隊列の長さは15ないし20マイルにも伸び、厳しい天候と難儀させる道路さらには、北軍機兵の襲撃に耐えなければならなかった。リー軍不評隊の大半は、ペンシルベニア州、フェアフィールドからモンテレーパスを抜け、メリーランド州ヘーガーズタウンに向かった。ポットマック川まで到着すると、川が増水して、船橋を破壊し、すぐに渡ることはできなかった。 最低限の防御工作物をこしらえ、リー軍の撤退路のさらに南までの長い道路を追跡していた北軍の到着を待った。ミードが適切な偵察を行い南軍の防御工作物に攻撃をかけられる前に、南軍は浅瀬や旧後白への橋を使って逃げることができた。この撤退の間に起こった、主に騎兵による戦闘、襲撃及び小競り合いには、 フェアフィールドの戦い、モンテレーパスの戦いスミスバーグ、ヘイガーズタウン、ブーンズバラの戦い、ファンクスタウンの戦い及びウィリアムズポートとフォーリングウーターズ周辺での戦いがあった。南軍がポトマック川を越えてからはバージニア州でシェファーズタウンとマナサスギャップの戦いが起こり、これで6月から7月にかけてのゲティスバーグ方面作戦が終わった。 3日間にわたって行われたゲティスバーグの戦いの頂点はピケットの突撃と呼ばれる大規模な不評による猛攻であり南軍によるセメタリーリッジに陣取った北軍中央に対する攻撃はかなりの損失を出して撃退された南軍はセミナリーリッジの自陣に戻り反撃が来るのに備えた7月4日の夜になっても北軍の反撃はなかったので リーは、このゲティスバーグ方面作戦ではもはやなすべきこともなくなり、そのボロボロになった軍隊をバージニア州まで連れて帰る必要があると認識した。ペンシルベニア州の田園地帯でその軍隊を食わせて行くという物資調達能力も衰え、北軍は時間が経てば容易に援軍を連れて来られるはずなのに、リー軍ではその期待もなかった。 リー軍の砲兵隊長ウィリアム・エヌ・ペンドルトン准将が、その長距離砲の弾薬がすべて使い果たされ、短時間で補給できる見込みがないと報告した。しかし、多くの上級将校を含め2万名以上の将兵の損失があったにもかかわらず、リー軍の指揮は高いままであり、この逆境にあっても、その指揮官に対する尊敬の念は衰えていなかった。リーは、 部下の指揮官数人との作戦会議後、7月3日の夜に撤退の準備を始めた。リチャード・イーウェル中将の第二軍団をカルプスヒル地域からゲティスバーグの街を抜けて、オークリッジやセミナリーリッジまで退かせてその戦線を固めた。兵士たちは、強壁や射撃号を作り、マンマスバーグ道路からエミッツバーグ道路まで前線は2.5マイルの長さに、 及んだこの方面作戦の間に大量に捕獲されていた装備や物資を運ぶ長い視聴隊を不評隊の動きに先立ってできるだけ早く後方に下げることに決めた。この視聴隊には8000名の負傷兵を乗せた救急車も含まれていた。それには移動できるものや重傷を負った主要な召喚何人かも含まれたが、あまりに重要なので放棄できないものも含まれた。 南軍負傷将兵の多く、6800名は、北軍や戦病院で治療するために残され、リー軍の軍員数人が選ばれて、彼らと共に残った。南軍がサウス山を越えて、カンバーランド渓谷に向かうには2つの経路があり、そこからは南に下って、ウィリアムズポートでポトマック川を越えることとされた。この2つの経路の1つは、 シェンバーズバーグの方向にキャッシュタウンを抜ける、シェンバーズバーグ道路であり、もう一つは、フェアフィールドやモンテレイパスを抜けて、ヘイガーズタウンに向かう短い経路だった。南軍にとって幸運だったことに、この時は、偵察や、遮兵の用途にその騎兵隊を十分利用することが、できた。J.E.B. スチュアート少将の最良の騎兵三個旅団は、 この方面作戦の間本体とは別行動で襲撃を行っていたために方面作戦初期にはその能力を使えていなかった。しかし南軍にとって不運なこともあった。ポトマック川まで到着するととかが難しいことが分かった。7月4日に始まった車軸を流すような雨がウィリアムズポートでは川を溢れさせ浅瀬を渡ることは 不可能だった。4マイル下流のフォーリングウォーターズでは、ハーパーズフェリーを進発したウィリアム・ h フレンチ、少々の北軍機兵隊が、7月4日に、あまり守備隊を置いていなかった、リー軍の船橋を破壊していた。川を渡る、唯一の方法は、ウィリアムズ・ポートの、小さな渡し船だった。南軍は罠にはまった状態となり、 川を背後にして、ミード軍に大使自体を守る必要に迫られた。北軍のポトマック軍と南軍の北バージニア軍は、ゲティスバーグの戦いを戦った編成をそのまま保持していた。7月10日までに、北軍の損失は補充され、ミード軍は約8万名となっていた。南軍はこの方面作戦の間援軍を受けることがなく、戦闘可能な兵士は、 約5万名に過ぎなかった。ポトマック軍は重要な召喚の戦闘で失ったために、その役割に、そこそこの変更があった。ミードの参謀長、ダニエル・バターフィールド少将は7月3日に負傷し、7月8日に、アンドリュー・エイ・ハンフリーズ少将が交代した。ヘンリー・プライス巡将が、ハンフリーズの受け持っていた第3軍団の1個、死団式を引き継いだ。 ジョン・エフ・レーノルズ少将が7月1日に戦死し、第6軍団のジョン・ニュートン少将がその後を継いだ。7月3日に負傷した、ウィンフィールド、スコット・ハンコック少将の代わりには、ウィリアム・ヘイズ・ジ将がついた。この方面作戦の大半で、ハーパーズ・フェリーの守備隊を一時的に指揮していた。 ウィリアム・ H ・フレンチ少将が負傷したダニエル・シックルズ少将に代わって7月7日に第三軍団長となった。戦闘による損失に加えてミード軍は南北戦争の間常に続いた条件によっても災いされた。つまりその徴兵期間が切れた兵士や連隊が出て行ってしまうことであり、これは実行されている作戦中にも実際に起こった。しかし、 良い面とすれば、ハーパーズフェリー近くのメリーランドコーチにいた、フレンチ将軍の約1万名という一時的だが、経験のない援軍が可能であり、これらの兵士は、第1軍団と第3軍団に組み入れられた。期限切れとこの援軍を差し引きして、ポトマック軍全体では、約6000名の像となった。ハーパーズフェリー、メリーランドコーチ及びサウス山の峠にいた部隊を、 含め、7月14日までに1万戦内し1万2千名の兵士が増えたが、ミードはこれらの部隊の戦闘有効性についてはかなり疑問を持っていた。ポトマック軍に加えて、ダラヤスコーチ少将のサスケハナ方面軍は、ウェインズバラに7660名、シェンバーズバーグに1万1千名及び、マーサーズバーグに6700名を持っていた。これらは、 緊急配備部隊であり、リーが、ペンシルベニア州に侵攻した時に急に立ち上げられ、ミードの命令下に入った。リー軍はその軍団組織と指揮官は同じままだったが、多くの重要な将軍たちが戦死するか、捕虜になるか、あるいは重傷を負かしていた。ゲティスバーグ方面作戦南軍北軍7月4日午前1時、リーはその作戦本部に、 スチュアート配下の騎兵旅団長の一人、ジョンディーン・ボーデン巡将を呼び、市長隊の大半を後方に移す手配を命じた。インボーデンの部隊、2100名の騎兵はこの時までの作戦で大きな役割を果たしておらず、スチュアートが北軍の周りを乗り回す時も選ばれていなかった。リーとスチュアートはインボーデンの旅団を無頓着に訓練され、 非効率的に指揮される部隊と考えて評価していたが、護衛任務や民兵隊と戦うような任務には効果があった。リーは、陰謀伝の単一砲兵隊をその不評軍団から借りた他の五個砲兵大隊で補強し、スチュワートには、フィッツ・ヒューリー順将とウェドハンプトンの旅団が、陰謀伝隊の側面と後方を守るように指示させた。陰謀伝隊は、 キャッシュタウンを7月4日夜に離れ、グリーンウッドで南に転じて、チェンバーズバーグを避け、ポトマック川を渡るために、直接ウィリアムズポートに向かう道を取り、マーティンズバーグまで市長隊を護衛した。その後インボーデン隊は、ヘイガーズタウンに戻り、残り部隊の撤退路を守った。インボーデンの護衛した。 市長隊は数百のコネス島が滅ば車からなっており、狭い道に沿ってその長さは15ないし20マイルにも伸びた。これらの馬車を行軍配置に並べ、その護衛を配置し、物資を積み、また負傷者を積み込むことで7月5日の午後遅くまでかかった。陰謀ン自身は午後8時頃にキャッシュタウンを出発し、隊列の先頭に向かった。 この移動は極端に惨めなものの一つとなり、7月4日に降り始めた車軸を流すような雨の中を行われ、負傷兵は干渉装置のない馬車の中でこの天候と荒い道路に耐えることを強いられた。陰謀伝体は目的地に着くまで止まってはならないとされており、このことは馬車が壊れても置いていくしかないことを意味した。重傷を負っていた者の,の何人かは地元の市民が見つけて、 世話をしてくれることを期待して、道端に置いていかれた。市長隊は、その行軍の間、嫌がらせを受けた。7月5日の夜明け、グリーンキャッスルの市民が斧を持って、市長隊を襲い、馬車の車輪が外れてしまうまで攻撃した。その日の午後、カニンガム交差点で、アブラム・ジョーンズ隊員が第1ニューヨーク騎兵隊と、第12ペンシルベニア騎兵隊の200名の騎兵を、率いて、 隊列を襲い、荷車134両、馬と、ロバ600頭を捕獲し、負傷兵のほぼ半分にあたる645名を捕虜に取った。これらの損失はスチュアートをひどく怒らせ、調査のためのサモン会議を要求することになった。7月4日の暗くなってから、AB ヒルの第三軍団が、フェアフィールド道路を進発し、 その後にジェームズ・ロング・ストリート中将の第一軍団とリチャード・イーウェル中将の第二軍団が続いた。リーはヒルと共に部隊の先頭に着いた。リーはスチュワートにジョン・アール・チャンブリス大佐とアルバート・ジー・ジェンキンス准将の旅団にエミッツバーグから左後方を遮蔽させるよう命じた。暗くなってからの出発だったのでリー軍は数時間先行することができ。 ゲティスバーグ戦場の西側からウィリアムズポートに向かう道はポトマック軍が選択できる道の半分ほどの距離という利点があった。ミードはリーが再攻撃を意図しているか確信が持てなかったために即座の追撃開始を瞬時にし、またその命令はボルティモアやワシントン DC を守ることを要求し続けていた。 ミードは南軍がサウス山の峠道に十分な防御を施していると考えたので、サウス山の東側でリー軍を追撃すると決断し、フレデリック西側の峠をすぐにでも抑えるための強行軍を行い、カンバーランド渓谷を交代するリー軍の左側面を脅かそうとした。もしミードがフェアフィールドを抑えておれば、リー軍はその後方をゲティスバーグで、 ポトマック軍にさらしたまま、フェアフィールドを抜ける過程で戦うか、ヘイガーズタウンに向かうにはかなり難しい経路である、キャッシュタウンパスを抜けていく道を全軍が選ぶかを強いられているはずだった。7月3日、ピケットの突撃が進行中の頃、北軍の騎兵隊は、リー軍の退却路となったところを遮断できる、唯一の可能性があった。ウェズリー・メリット順位の旅団が騎兵隊指揮官。 アルフレッド・プレソントン少将から、エミッツバーグから発信して、セミナリーリッジに沿った南軍の左と後方を叩くよう命令を受けた。地元の市民から、フェアフィールド近くに、南軍の資料馬車があるという情報に反応した、メリットは、サミュエル・ H ・スター少佐の、第6アメリカ機兵隊から4大隊約400名を、その2車の捕獲に派遣した。この部隊が、 荷車のところに到着する前に、ウィリアム・ E ・グランブル・ジョーンズ巡将の指揮する第七、バージニア騎兵隊が妨害し、小さなフェアフィールドの戦いが起こった。北軍の騎兵は、柱とレールの作背後に陣取って、攻撃を始め、バージニア部隊を撤退させた。ジョーンズは、第六バージニア騎兵隊を送り込み、うまく突撃して、北軍騎兵に襲いかかり、 スターを負傷させ捕獲した。北軍の損失は捕虜が大半で242名となり、南軍の損失は44名だった。これは比較的小さな戦闘だったが、その結果として戦略的に重要なサウス山峠道につながるフェアフィールド道路が開いたままとなった。7月4日早く、ミードはその騎兵隊を派遣して、 彼の撤退をできるだけ苦しめ悩ますために、敵の後方と通信線を叩かせることにした。9個騎兵旅団があったうちの8個旅団が進発した。J. アービング・グレッグの旅団が、ハンターズタウンとマンマスバーグを経由して、キャッシュタウンに向かったが、その他全旅団は、ゲティスバーグの南に動いた。ジョン・ビューフォード准将の師団は、 直接ウェストミンスターからフレデリックに向かい、7月5日の夜にメリットの師団と合流した。7月4日遅く、ミードは作戦会議を開催し、軍団長たちはリーが行動を起こすまで自軍はゲティスバーグに止まるべきということと、騎兵隊は撤退中のリー軍を追撃すべきということで合意した。ミードはゲティスバーグの戦いにほとんど関わらなかった。 ジョン・セジュウィック少将の第6軍団から1個師団をガバヌーア・ウォーレン順将に預け、南軍の前線を探りリーの意図を判断させることにした。ミードはバターフィールドに全軍移動の準備を命じ、セジュウィック、ヘンリー・ W ・ブリュー・スローカム少将及びオリバー・オー・ハワード少将の3つの翼に再編成した。7月5日の朝までにミードはリーが出発したことを知ったが、 ウォーレンの偵察結果を知るまで、全体追撃命令を出すことを瞬重にした。モンテレーパスの戦いは、ジャドソン・キルパトリック巡将の騎兵師団が7月4日の暗くなる前にフェアフィールド近くに到着した時に、始まった。キルパトリック隊は、ビバニ・ロバートソン巡将の前哨戦を容易に蹴散らし、GM。 E マック大員の第一メリーランド騎兵大隊,隊からの20名分剣隊がモンテレーパスを守っているのに遭遇した。このメリーランド部隊は第4ノースカロライナ騎兵隊の分剣隊と一門の大砲に助けられて4500名からなる北軍騎兵隊の前進を夜半過ぎになるまで遅らせた。キルパトリックは暗闇の中で何も見えず事態が危険な状況にあると考えた。 ジョージ・アームストロング・カスター・ジョ,ンショーに命じて、第6ミッシュガン機兵隊と共に、南軍への突撃を命じ、これが行き詰まりを打開して、キルパトリック隊は、市長隊のところまで到達し攻撃できた。この部隊は、多くの荷車を捕獲、または破壊し、主に救急車に乗っていた、負傷兵1360名を捕獲し、数多い馬や、ロバも捕らえた。 モンテレーパスの戦い後、キルパトリック師団は7月5日午後2時頃にスミスバーグに到着した。スチュワートはチャンブリスとファーガソンの旅団を率いてサウス山から到着した。騎馬砲兵隊の砲撃戦が起こり、その小さな町にいくらか損傷を与えた。キルパトリックは日没時に捕虜、動物を呼び、荷車を救うために撤退し、夜半前に ブーンズバラに到着した。セジュイック軍団からの偵察は7月5日夜明け前に始まったが、一個師団の代わりに全軍団で行った。この軍団はその日午後遅くにフェアフィールドに近い、グラナイトヒルでウェル軍団の後衛を襲ったが、結果は小ゼリア以上のものにはならず、南軍はフェアフィールドの西1.5マイルで縮炎して、ほんの前哨戦だけでその陣地を維持した。 ウォーレンはミードに向けてリーはフェアフィールド周辺にその軍隊主力を集結させ戦闘に備えているとウォーレンとセジオイックが考えていると知らせた。ミードは即座にその軍隊の動きを止め7月6日早朝にセジオイックに対してリーの意図を判断し山の峠道の状態を偵察することを再開するよう命令した。セジオイックは 岩だらけの地域と全面の深い霧の中に、全軍団を送ることの危険性をミードと論議し、正午までに、ミードはその作戦を放棄して、山脈の東、ミドルタウンに進むという当初の作戦を再開した。ゲティスバーグを出る時の遅れと、セジウィックに対して単に偵察を行うのかあるいは、積極的に前進して、リー軍と戦闘を交えるのか矛盾する命令を出した、ことで、 ミードの敵対者が優柔不断と臆病と告発したように後にミードを政治的苦境に立たせることになった。セジウィックがフェアフィールドを前にして攻撃性を欠いたことを考慮すると作戦終了後にミードがその追撃においてリーをもっと厳しく追求できたかもしれないと批評するのは著しく不適切に思われる。エドウィンーカッディング店ザ ゲティズバーグキャンペーンミードからの指示が矛盾していたとしても、セジュイックとウォーレンはさらに安全側に動いた。彼らは、イーウェル軍団がフェアフィールドを明け渡すまで待ち、イーウェル軍団が西に動くにつれてその背後で安全な距離を保った。リーはセジュイックがその後衛を攻撃するものと思っており、その備えはできていた。イーウェルには、もし彼らがついてくるならば、 戻って叩けと告げた。イーウェルは、神の導きによって、私がそれをやるだろうと答え、ロバート・イーローズ少将の師団に戦闘体系を作るよう命じた。セジュウィックの第6軍団は、モンテレーパスの頂点まで、リー軍を追ったが、反対側に降りてまで追撃することはなかった。ゲティスバーグを別にすれば、 この方面作戦でヘーガーズタウンの戦いが最も流血の多い戦闘となった。両軍は250名以上の損失を出した。そのうちの大半は両軍の騎兵であり、不評の死んだ騎兵のことを聞いた者がいるかいという嘲笑とは食い違っている。テッド・アレクサンドル、ワシントン・タイムズ・ミードの不評部隊が熱心にリー軍を追跡するようになる前に、 ビュフォードの騎兵士団がフレデリックから出発して、ポトマック川を渡る前の陰謀伝の主長隊を破壊しようとした。南軍の撤退路で、ヘーガーズタウンは重要な地点であり、そこを抑えることは川を渡る浅瀬への接近を妨害するか遅らせる可能性があった。7月6日、キルパトリック士団は、モンテレーパスでの襲撃に成功した後で、 ヘイガーズタウンに向かいチャンブリスとロバートソンの小さなニコ旅団を追い出した。しかし、アルフレッド・アイバーソン准将の不評隊が、キルパトリックの部隊を町から交代させた。スチュワートの残っていた旅団がやってきて、フッド師団のニコ旅団に補強され、ヘイガーズタウンは南軍が占領した。ビュフォードはキルパトリック部隊の法制を近くに聞き、その右翼への支援を要請した。 キルパトリックは、ビュフォードの支援要請に応えることにして、ウィリアムズポートで、陰謀電隊への攻撃に加わった。ヘーガーズタウンのスチュワートの部隊がその陣地から、キルパトリック隊の後方と、右手から圧力をかけたので、キルパトリック隊が崩壊し、ビュフォードの後方が攻撃にさらされた。ビュフォードは暗闇が訪れた時に、その行動を諦めた。7月7日午後5時。 ビュフォード隊は、市長隊が止まっているところから、半マイル以内に近づいたが、陰謀伝隊が、その前進を阻んだ。ブーンズバラの戦いは7月8日に、カンバーランド道路沿いで起こった。スチュワートは、ファンクスタウンとウィリアムズポートの方向から五個旅団で、進軍してきた。スチュワートは、ブーンズバラの北4.5マイルのビーバークリーク橋で、まず北軍の抵抗にあった。 午前11時までに、南軍騎兵隊はいくらかぬかるんだ平原に押し出し、そこでは馬に乗ったままでの戦闘が、ほとんど不可能だったので、スチュアートの騎兵も、キルパトリックやビュフォードの師団も馬を降りて、戦うしかなかった。午後の半ばまでに、キルパトリックの北軍左翼は、南軍の圧力が強まる中で弾薬を切らして、崩壊した。しかし、 スチュワート隊の進軍は午後7時頃に、北軍の不評隊が到着した時点で止まり、スチュワート隊は北のファンクスタウンに引き上げた。スチュワート隊がファンクスタウンにいるという強い存在感のために、北軍のウィリアムズポートに向けた進軍の脅威となり、もし北軍がブーンズバラから西に動いた場合には、その右翼と後方に大きな危険性を帯びる恐れがあった。 ビュフォード師団は7月10日に国道を通って慎重にファンクスタウンに接近し、スチュワートの三日月型をした3マイルに及ぶ前線に遭遇し、第2次ファンクスタウンの戦いが始まった。北軍トマスシー・デビン大佐の旅団が馬を降りて午前8時頃に攻撃をかけた。午後半ばまでにビュフォードの騎兵隊は弾薬を、 使い果たしほとんど前進できていなかったが、ルイス・エイ・グラント大佐の第一バーモント不評旅団が到着して、ジョージ・ T ・アンダーソン順将の南軍旅団と衝突した。これは、ゲティスバーグの後では初めて不評隊同士の戦闘となった。夕国までに、ビュフォード隊は、北軍の第一、第六及び、 第11軍団が集結している南のビーバークリーク方面に撤退を始めた。ビュフォードとキルパトリックはブーンズバラ周辺の前進した陣地を保ち、ポトマック軍の到着を待った。フレンチの部隊がハーパーズフェリーで鉄道橋を破壊し、一個旅団がメリーランド高地を占拠することで南軍がサウス山の南端から側面を突き、 南西からフレデリックを脅かすことを防いだ。ミードの不評部隊は7月7日の朝以降県名に行軍していた。スローカムの翼は初日にリトルズタウンからウォーカーズビルまで29マイルを進んだ。第11軍団の一部はエミッツバーグからミドルタウンまでおよそ30ないし34マイルの距離を進んだ。7月9日までにポトマック軍の大半は ローラーズビルからブーンズバラまでの5マイルの前線に集結した。他の北軍部隊はメリーランド高地とウェインズバラで外側側面を守る位置にあった。これらの地点に到着するのは7月7日の死のつく雨が道路を泥沼に変えていたので大変だった。第3軍団と第5軍団は長い回り道を取る必要があったが距離が伸びた欠点は ボルティモアオハイオ鉄道によって、北軍補給センターに接続される、フレデリック・キンボの道路によって相殺され、また舗装された国道を含み優れた、道路条件の恩恵もあった。軍隊の精神は最もやけくその戦闘をやりに、行くというようなものだ。兵士たちは、今やリー軍が無敵ではなく、ポトマック軍はもし許されるならば、勝利を得られることを知っている。 我が軍は、反乱軍をポトマック側に追い落とすべきだ。オーガスタス・ファンダイク、ィーンスインディアナ、レター2ヒズ・ファーザー・南軍の公営は、騎兵隊にうまく遮蔽されて7月7日朝に、ヘイガーズタウンに到着し、防御陣地を構築した。7月11日までにその右手は、ダウンズビル近くでポトマック側に接し、左手は、ヘイガーズタウンの、 1> 約1.5マイル南西までの高地に6マイルの前線を締めそこからウィリアムズポートまでの唯一の道路を遮蔽した。このコチーグクリークが西から発せられるかもしれない攻撃からこの陣地を守っていた。南軍は長部に幅6フィートの強壁を作り密に大砲を据えた見栄えの鋭盛森を作り上げ、包括的に十字砲火を浴びせることのできる地帯を作った。 ロングストリートの軍団が前線の右端にヒル軍団が中央にイーウェル軍団が左に着いた。これら工作物は北軍が前面に到着する直前の7月12日朝に完成した。ミードは7月12日に北軍総司令官ヘンリー・ハレック宛てに電報を打ち、翌日妨げられるようなことが起こらなければ攻撃するつもりだと伝えた。 この日の夜、ミードはサイド部下達と作戦会議を開いた。7人の上級将官の中で、ジェームズ・ワズワース順将とオリバー・オー・ハワード、少将だけが南軍の防御工作物に攻撃することに賛成した。反対意見はそれまで行われた偵察が不足していることに集中した。7月13日、ミードとハンフリーズは自らも敵陣を視察し、 軍団長たちにも7月14日朝に威力偵察を行うよう命令した。この1日の延期は、ミードの性敵が作戦終了後に告表した行動の遅さのもう一つの例だった。ハレックはミードに、それが作戦会議は決して戦わないということわざだと告げた。7月13日朝、リーはミードが攻撃してくるのを待ちながらイライラし始め、北軍が、 南軍工作物の前に残酷を掘っているのを見て、当惑した。D は、辛抱できなくなって、これは私には、長すぎる。あれを待ってはいられない。彼らは、ほんの、少しの勇気しか持っていない。と言った。この時までに、南軍の工兵隊が、ポトマック川に、新しい船橋を完成させ、川も塗消できるくらいに引いていた。 リーは暗くなってからの撤退を命じ、ロングストリートとヒルの軍団及び砲兵隊は、フォーリングウォーターズで船橋を使い、イーウェルの軍団は、ウィリアムズポートで図書することとした。ミードの命令はその軍団のうち4個軍団による威力偵察を7月14日午前7時までに始めるものとしていたが、この時までに敵軍が撤退した兆候が明らかになった。 前進していた三兵が残豪が空になっているのを見つけた。ミードは午前8時半に総軍追撃を命じたが、これだけ遅くなるとほとんど接触は起こらなかった。ビュフォードとキルパトリックの騎兵隊がフォーリングウォーターズからまだ約1.5マイル離れた尾根にいたリー軍の公衛ヘンリーヒース師団を攻撃した。最初の攻撃は長い夜はほとんど寝ていなかった。 南軍を吸収し、白兵戦が続いた。キルパトリック隊が再度攻撃し、ビュフォード隊は敵の右と後方を叩いた。ヘスとペンダーの手段は2000面ほども捕虜に取られた。ジョンストン・ペティグルー巡将は手に軽傷を負っただけで、ピケットの突撃を生き延びたものだったが、フォーリングウォーターズで致命傷を負った。ヘスに対して小さな成功を得ただけで、 リー軍を逃がしたことについて、エイブラハム・リンカーン内閣の極度の鬱憤は収まらなかった。大統領は、我々は彼らをこの手で掴めるところだった。もう少し手を伸ばせば捕まえられたのだ。もはや言うこともないし、陸軍に何をさせることもできない。と言ったと、ジョンヘイが語った。ゲティスバーグ方面作戦に関する多くの記述は、 リー軍が7月13日から14日にかけて、ポトマック川を渡ったところで終わっているが、両軍はラッパハノック川を挟んで2週間近くも、陣を払わなかった。両軍の公式報告書はその間のミサオ軍や、小規模衝突を含んでいる。7月16日、フィッツヒューリーとチャンブリスの騎兵旅団が、 北軍風評隊のポトマック側とかを阻止するために、シェファーズタウンの浅瀬を守った。デイビッド・グレッグの騎兵士団が浅瀬に近づいたので、南軍がこれを攻撃したが、北軍騎兵隊は暗くなるまでその陣地を守った後に撤退した。ミードはこれを、活気ある競争と呼んだ。7月17日から18日に、ポトマック軍は、 ハーパーズフェリーとバーリンでポトマック川を渡った。北軍はブルーリッジ山脈の東側に沿って前進し、リー軍とリッチモンドの間に入ろうとした。7月23日、ミードはフレンチの第三軍団に対して、南軍にマナサスギャップを抜けることを強制することで、フロントロイヤルで撤退する南軍部隊を遮断するよう命令した。夜明けとともに、 フレンチはゆるりとジェームズ・エイ・ウォーカー巡将の旅団をマナサスギャップに追い込んだ。午後4時半ごろ、強力な北軍の攻撃で、ウォーカー隊は押し込まれたが、そこで、ロバート・イーローズ少将の師団と砲兵隊に支援された。暗くなる頃までに、昭和の取れていなかった北軍の攻撃は中断された。夜の間、南軍は、ルレー渓谷まで撤退した。 7月24日、北軍はフロントロイヤルを占領したが、リー軍は無事に追撃を逃れた。ゲティスバーグからの撤退で、南北戦争におけるロバート・イー・リーにとって、最後の戦略的攻勢、ゲティスバーグ方面作戦が終わった。その後、北バージニア軍の戦闘行動はすべて、北軍主導に対する反応だった。南軍は撤退の間に5000名以上の損失を、 出したが、これには、モンテレーパスで捕まった1000名以上、グレッグ師団に捕まった、市長隊の落語者1000名、カニンダム交差点での500名、フォーリングウォーターズで捕まった1000名が含まれ、さらに10日間の小戦闘と戦いの間に460名の、騎兵と300名の不評及び砲兵が戦死、負傷あるいは不明となった。北軍は主に騎兵が1000名以上の損失となった。 これには、キルパトリック師団がヘーガーズタウンで失った263名と、ビュフォード師団がウィリアムズポートで失った120名が含まれていた。方面作戦全体では、南軍は約2万7千名、北軍は3万100名の損失を出した。ミードは、この撤退と追撃の間に、その臆病さと言われることとその部下の指揮官たちの、 慎重な判断に進んで任せてしまったことだけでなく、その軍隊が疲れ切っていたために邪魔をされた。ゲティスバーグへの進軍は迅速で疲れるものであり、その後に戦争の中でも最大の戦闘が続いた。リー軍の追撃は体力的に大変なものであり、荒れ模様の天候と敵より長い距離の難しい道路があった。徴兵期間の期限切れで部隊は減毛し、 またニューヨーク徴兵暴動が起こって、ポトマック軍の援軍に来るはずだった、部隊数千人を取られた。ミードは、ちょうどジョージ・マクレラン少将が、アンティータムの戦い後に批判されたように、リー軍を取り逃がしたことで厳しく批判された。リンカーンからの圧力を受けて、1863年秋に2度の、方面作戦、すなわちブリスト方面作戦とマインラン。 方面作戦を発してリー軍を破ろうとした。しかしどちらも失敗だった。ミードはまたアメリカ合衆国議会合同戦争遂行委員会の場でゲティスバーグでの行動とポトマック側までリー軍が撤退するのを破れなかったことを問題にされて性的の手で恥ずかしめを受けた。ありがとうございます。